なものが出てまいりました。やばいよこれ。ピカチュウ、ピカチュウ見てください。そして火曜がピカチュウね、ついにルアーになってしまいましたよこれ。大変。ちなみに初です、初です。相変わらずうまいですね、キャスティングが。あ、違う、はい、失礼しました。この辺からですね、ゆっくりと巻いてきます。カポ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 、やばいねこれ。うわ、バスにいないのに生ズにいいじゃんこれ。うーわ、これピカチュウ何がすごいってさ、これここにも歯についてるんだよ。ってことは食いしぶったやつも大丈夫だってことでしょ、うん、これ 20g ちょっとでございます。今1651っていうね、柔らかい竿で投げてます。これドンピシャですね。あ、いいね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 。これまたみんな釣りやる人どんどん増えちゃうんじゃないのこれ。これ22グラムなんで、まあ、1651、52あたりの、まあ、1番2番の硬さでいきますね。これが48グラムなんだ。48グラム。あ、フェザーがねこんな感じでございますよ。ちょっとまだ動かしてないから分かんない。はい、ドン。あ、これトッパーの人好きだわ、これトッパーの人好きだわマジで、ね、トッパーの人好きよこれ。これやばいんじゃないの、60アップのバスね、ね、60アップのバスやばいんじゃないのこれ。これいけるよ、ほらすごいもんこれ。水車みたいだよ、水押しがすごい、超すごい。これは楽しく、これあれじゃないの、シーバスにもいけんじゃないのね、ランカーシーバス。ほらすごいこれ、これ出ちゃうよシーバス。いやすごいねこれ、よくぞ作った、よくぞ作った。はい、ね、まもなく発売、まもなく、やばくない？これはうちのお店で1万個ずつだね。はい、こうご期待です。